さて、次はひなげくさんとたけのこ B さん。はい、リュウとザンギとシャンコウハン非常に暑苦しい。もうひなげさんもあのチーム固定になってきましたね。ブランカ前サガット。I am Red Cyclone. This battle is about to explode. Fight. なんかほとんど多分別のキャラ使ってるのほぼ見たことないような気がしないでもない。さあ、タイガーアパカット。なぜか押しているのはザンギエフ。まあ、フォークマスターなんでね、一応。ぐるぐるはできる。ダブルアリー。嘘くさい。やっぱりザンギとフォークは違うか。ここで、なんとなく打ったタイガージェノサイドが、特に横となんでできなくて。まあまあ、あれはまあ、バニーですかね。さあちょっと意味のないシンク波動だった。さあここはしっかりお釣り入れた。なんか刻んだぞ。刻んでコンボ入って連勝2。さあこの連勝2でかましときたい。さあマイは竜に対してここでどれだけダメージを取れるかによって次の展開が大幅に変わってくる。これを寄せ付けたくない竜。体力を温存したい。結構ダメージ取っていってるぞ。これは良くない展開か。特に感覚はなくてまた見た気がする。見えた気がした新宿新竜拳。これは単なるグッパーですね。気のせいです。さあうさくさい。さあ今コパンカサイダーが連打していたか。ちょっと先の男という頭はなかったのか。まあ煽りも入れながら、おっとここでしかし昇竜拳灼熱。いやー倒れ方はエロいですね。弟子鬼のブラグが対新種の竜。さあこれピンチ。開幕進行波動拳、はい無駄に終わりました。お疲れ様でした。さあしかしここで昇竜拳が噛み合ってジャンプ体型。はいお疲れ様でした。遠距離対空伸びるパンチ、まあ、どの作品でもあのパンチ強いですけど特に強いですよね。まあ、これやることあるんだろうか。さあライフを大事にしながら展開していきたいが攻めに対してうまく切り返せないか。あとこれはビリビリ。ちょっとこれはかなり厳しい状況になってきたが、まあ、なんかフォーク使いって何なんですかね。こうカブさんというこうなんかチャンコハンを使いたがる傾向がある。ちょっとワンチャンあるか。ワンチャンあるの。レシオ1だけワンチャンあるの。しかしないな。やっぱりない。ビリビリ、はいビリ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 。お疲れ様でした。はい、じゃあ次は水ちゃま。水ちゃまと湯水さんですかね。ほとんどがカフェス2のガチ勢とかじゃなくて多元勢がちょっと触っていこうかということでいろんなゲームを触っていこうというふうな取り組みでやっております。まあね、最初からまあ触らない限り絶対に ずっと素人なんでということで、まあ、ゲームを楽しむ段階があるといいんじゃないかということで、
まあ、どうしてもね最近はまあカード制のゲームが多いんで、まあ、ポイント気にしてまあ強くないとちょっとゲーム楽しめないみたいな、そういうのもちょっとあれかなっていうことで、まあ大の貸し切り1抜けでやっております。はい、まあ、チャットの方でも ある程度反応していただければこちらの方からも、返事返したりすることもありますんで、まあ、ぜひその辺はどんどん発言していただければというふうに思います。ということで水ちゃまが剣、水ちゃんはもう固まってきましたね、これチームがね、俺はこれでいくんやと、もう全員ほぼ固まってきてる。おっと来た、ピオリキンさんがここで来る。あ、おはようございます。どうしよう、今貸し切りでやってるから次のクルーで入ります。はい、今10分、あと10分だから俺が次やって、セイルルさんあたりが次やって、でその次あたりでまたあの次の1時間延長しようかな。どうしてもあの連勝、普通の連勝でやるとみんな本気になって本キャラしか使わなくなって寒いことになっていくんで、最終的にはフランカとサガットとユウとかその辺しか見なくなるっていうのが。これはウソウソさんがちょっと対応していきました。はい、本人はもう帰りました。人数的にはトーナメントもできるんですけど、ただピロリキンさん来たばっかりなんで、さすがに来たばっかりの2人トーナメント進むのもあれなんで、まあノジアイでそのまま進行していこうなというふうな形でございます。まあゲームできたらそれでいいと思うんで、はいはい、いや、あんまりやったことがないはず、一切ない。これはあの格ゲー経験値でやってるわけです。これは水ちゃまさんは格ゲー経験値だけであの今カプレスをやってる状況。さあ U3 佐田響で水ちゃま3人残してる剣、このままいっちゃいそう、新球形そこで出す。ちょっとこれあの過去ゲースキルの基本スキルがちょっと高いですね、この人ね、危ないです。いや基本的に要塞ですね、波動と潮流がしっかり出るみたいな。はい、ちょっとあの通路の方はできるだけ開けておいてあげてください。ブレブルの方がたくさんいらっしゃいますのでよろしくお願いします。おっと無傷でそのままいっちゃった。タケノコピーサー、ちょっと俺やるんで実況お願いします。はい、次ですね、軍人さんと黒級さんですね。黒級さんが東道龍白とライデン、A グループ、オリジナルコンボですね、さっきと同じです。で、軍人さんがガイル、龍、豪気ですね。レシオさん、ライデンとレシオ2の龍ですね。レッツゴー。さあ最初に出てきたのが東道龍白とガイル、重ね当てがもう絶対に弾に勝つ。タナゾがスカルが反角はない。さあジャンプが取ってコパン壊し、ジャンプコパン壊し、重ね当て台足でぼかして表裏下げる。サマソがスカルか投げが入る。さあ重ね当てで少しずつじらして前投げでいきなり投げる。サマソがジャンプ強化に負ける。
小判小判小判からの投げ、サマソ、コード、コード側からはやはりこの前転からの投げがメインになってくるのか。そうなるとガイルは小技で暴れる方がいいかもしれない。さあジャンプ見てからダブルサマソ、超重ね当てがこれは入る。コード強いっすねこれ。いつでも来い。Live and let die。 さあ出てきたのが熱潮通流、実質の対象になりますが2番手に持ってきました。ジャンプコパンで落とす、勝利で落とす、距離を離して波動。おっとコードはそうですね、あの相手の起き上がりに前転を重ねて起き上がりの勝利を避けるってのもこれも一つのタクですね。さあ出てきたのがライデンレシオ3、毒斬りで弾を消そうとするがこれは消せない、ドロップキック。さあレシオ2とレシオ3の対決、ここでなるべく竜としてはライデンからダメージを奪っておきたい。さあ瞬間波動、コパンコパンコパン、ライデンの台足が刺さって、さあ竜が頑張ってるぞ、ドロップキックに真空が刺さる。さあオリジナルコンボ発動だがガードしている。ああ、昇竜で仕切り直しになる。これはちょっとライデン厳しいか。ただこの一撃の破壊力は本当に侮れない。ドロップキック、もうおっと真空波動が暴れたところに入る。勝ったのは軍人竜。